タイプの世界って、まあ、一般の方々からするととんでもなく大きい人たちの多分世界だと思うと思うんですけど、結局僕らバスケットボールやってる人間は同じようなサイズの人間と戦うだけなので、別にそんな特別大きい世界っていう感覚はなくて、ただ単にもう力と力のぶつかり合いだし、その中でこうステップだったりとかいろんな細かいスキルが求められるっていうのは、単純なそのバスケットボールの一つの醍醐味である、むしろワンオンワンとかの世界がそこに繰り広げられてるだけなのかなって思います。僕基本的にインサイドでずっと体を張ってきた人生なんですけど、あの小さい時から大きかったので、親父に教わったことが一つあるんですよ。ゴール下は戦場だと、喧嘩するつもりで行けと、でもう常に喧嘩だと、格闘技だと親父にもうケツ叩かれて育てられたんで、本当に僕はもう総合格闘技のようにゴール下で体張ってますし、相手をイライラさせてますし、それが僕の醍醐味だとあります。めちゃくちゃ面白いです。こう高さで勝負するっていうのも一つあるんですけど、僕の場合はその高さがないので、あの下の体のぶつかり合いのところとか、ボールをもらう前のところでいかに相手に嫌がらせをするか、まあ言ってみればこう嫌がらせですよね。いかに嫌がらせをしてこうストレスを溜めるかっていうのを強みとしてやってます、はい、ちょっとした主観ではあるかもしれないんですけど、やっぱりそのファールの基準っていうのが5人制に比べて3人制ってあの緩いというか、なので当たり合いとかがあのより激しくなるんです。だからさっき総合格闘技にやってるというふうに落合選手も言ってましたけど、もうそれをあの間近で体験していただける、まあ、見ていただけるようなあの競技が3人制です。あとは5人制よりも、まあ、観客の視点でいうと距離が近いので、多分そのぶつかり合いをさらに近い距離で見られるというのも、まあ、この競技の醍醐味です。まず攻守の切り替えがすごい独特っていうか、5人制と大きく違うところが、入ったり外れたボールを取ったら3ポイントラインの外の、このアークって言われるラインの外を越えないといけないんですよ。そのアークに行かせないようなディフェンスをするわけですよ。それって5人制と全く違うディフェンスの仕方で、そこのやっぱ攻防、インサイドでの体のぶつかり合いもそこから始まってきますし、出てからまたこう1対1とかディフェンスになるんで、そこの削り合いみたいなのが、知らない人が見ても迫力が伝わるんじゃないかなっていうのが個人的に。ファールの基準がやっぱり5対5とかなり違うかなと。ある程度その、まあ、ぶつかり合いフィジカルコンタクトに対してのファールの基準が、まあ、緩いというか、まあ、タフネスというか、言い方を変えるとこう無酸素でいかに戦えるかっていうのが 3人制のバスケット のテーマでもあるので、あの5人制と違うというところが挙げられるんじゃないかなっていうふうに思ってます。